こんにちは、農活生態先導の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の話はですね、特にタイトルはないんですけれども、最近の患者さんの状態があまりに悪い、あとね、調子の悪い方が多いので、急遽ですね、今回動画を撮らさせていただいています。はい、なので主にですね、こちらの動画当院を利用されたことのある方に特に見ていただきたいんですけれども、もちろん当院をご利用されたことのない方でもですね、今から説明する、関連動画等をご覧いただければですね、必ず何かのお役に立つと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、今ですね、体調の悪い方本当に多いです。この春というのが、1年の中で最も体調を崩される方が多いんじゃないかと思います。はい、なので、今からお伝えする内容、当院の、ね、患者さんには、ほぼお伝えする内容ではあるんですけれども、やはり皆様なかなかね、忙しくて、実践するのが難しいという方が多いです。はい、なんですが、やはりですね、健康あっての日常ですし、この脳がですね、働いていないと、仕事の効率も悪くなるし、勉強の効率も悪くなる。であと何より睡眠の、質が悪くなるので、余計にね、日常生活で疲れもたまりやすくなって、感染症にもね、かりやすくなってしまいますので、もう1日のうちの、できれば20分ぐらい、5分でも10分でもいいので、こういったね、セルフケアに時間をね、取っていただければと思います。はい、まずホームケアですね。当院でお伝えしているホームケア、これがもう一番大事です。他の動画でお伝えしてますね、セルフケアの方法、手上げ、かかと上げ、あと額を叩いたりとか、内臓を叩いたりですね、こういったことをですね、もう習慣としてやっていただければと思います。やり方に関してはですね、リンク説明欄に貼っておきますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、何よりですね、このホームケアの目的っていうのは、その場で頭の状態、脳の状態を良くするっていうのもあるんですけれども、ここですね、睡眠の質を良くするためにも、このホームケアぜひ実践するようにしてください。次にこの脳呼吸枕、これはご購入いただいた方だけがね、対象になってしまうんですけれども、手上げかかと上げ等が面倒くさいという方はね、この脳呼吸枕をご購入いただいているんですけども、せっかくね、ご購入いただいたので、持っている方はですね、ぜひ使っていただければと思います。次に呼吸法ですね。呼吸法、私がお伝えしている呼吸法、主に2つやり方というかね、目的があります。まず最初、頭蓋骨を柔軟にする呼吸法なんですけれども、これはですね、当院に何回か通われている方にしかお伝えしてないです。はい、というのも、やはり重要なのはこちらなんですね。こちらをやっているという前提で、こちらをお伝えしています。簡単に言うと、下を向いて息を吸って、下を向いて5秒止める、で上を向きながら、10秒から15秒かけて息を吐くというものなんですけれども、たったこれだけでですね、頭蓋骨が結構柔軟になります。ただ、これをですね、こちらの手上げとかかかと上げをしないで、こちらだけやってしまうと、いきなりですね、脳脊髄液の流れが良くなりすぎて、ちょっとね、フラフラしたりとかすることもあるので、こちらはですね、当院言われていて、手上げかかと上げをしっかりできている方に、おすすめしているものです。次にこの呼吸法ですね。呼吸法、この呼吸法っていうのは、私の動画でも何回かお伝えしていると思うんですが、クンバハカ法のとこであったりとか、あと瞑想のところですね、でお伝えしています。当然のことなんですけども、この呼吸っていうのは、酸素を取り入れて二酸化炭素を出すということなんですが、当然この呼吸が浅いと、酸素を、ね、十分、細胞に届けられないということが言えますので、意識して、瞑想法などでですね、この深い呼吸を行うということが重要になってきます。はい、それは意識的な話であって、理想はですね、無意識にこの深い呼吸をできるようになるのが理想なんです。そのためにはどうしたらいいかっていうと、ここが大事になってきますし、あとですね、この胸郭部ですね、呼吸に関係する部分の柔軟性ということになってきます。で主に、重要なこの肋骨ですね、肋骨、この部分が硬いと呼吸は浅くなります。はい、でその肋骨を柔らかくするにはどうしたらいいかっていうと、
それがここにつながってくるんですね。この正しく立つ、これはもう当院の患者さんにはですね、詳しくお伝えしているんですが、一言で言うと一番呼吸が楽な姿勢が正しい姿勢ということが言います。なので、背筋を伸ばすことではないですし、猫背すぎてもいけないんですけれども、大体皆さん正しく立ちましょうって言ったら背筋をピンと伸ばします。で、背筋をピンと伸ばす姿勢っていうのは、もうその状態ではね、呼吸がうまくできません。なので呼吸が一番楽な姿勢っていうのが正しい姿勢と、正しく立っているということが言えます。はい、でその正しい姿勢からやる体操なんですけれども、当院の、ね、患者さんにはお伝えしているんですが、今回、ね、この動画初めて見る方に、お勧めしたい体操がですね、こちらですね、こちらの本、広戸宗一先生の筋肉は伸ばさず緩める、フォースタンスリポーズ体操と呼ばれるのですね。はい、最近一般的に言われているストレッチ、こちらはですね、全部とは言わないんですけれども、大体皆さんが知っているストレッチっていうのは、体が柔らかくならないんですね。はいはい、もちろんね、全部じゃないんですけれども、皆さんが認識されているストレッチっていうのは、ほとんど体が柔らかくなりません。むしろやることで体が硬くなる場合が多いんですね。なので、この体を柔らかくするために必要な体操っていうのは、私はね、これが一番有効だなと思っています。はい、リポーズと呼ばれるものです。はい、もしね、興味があれば Amazon 等で売ってますので、ご購入いただければと思います。はい、このようにですね、この正しく立つと呼吸が楽なんですね。で、呼吸が楽であると同時に、完全に柔軟性がある状態です。で、この状態ができた上で、この先ほどお伝えした体操リポーズですね、こちらを行う、毎日行うと、だんだんね、この肋骨とも柔らかくなってきます。はい、肋骨が柔らかくなってきて、深い呼吸もね、できてくるので、この体操をぜひお勧めしたいと思います。はい、あと最後にこの腎臓を冷やすですね、もうこれはもういいでしょう。私の動画で何回も言ってますけれども、でも簡単に言うと、代謝が上がると腎臓に負担がかかります。代謝産物っていうね、ゴミを処理するのが腎臓の働きなので、代謝が上がる、特にこの春ですね、夏っていうのはもう暑さに慣れているので、そこまでではないんですけども、この春っていうのは冬からね、寒い冬から、いきなり暖かくなってくるので、この腎臓の代謝が上がりやすくなります。すると、この腎臓からの内臓耐性反射というもので、腰回りですね、腰回りの筋肉が硬くなって、腰痛ですとかね、股関節の痛み、等が起きやすくなります。なので、こちらの腎臓を冷やすというのもね、他の動画でお伝えしていますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、簡単に言うと腎臓をですね、保冷剤等で1分ぐらい冷やすというものです。はい、詳しいやり方はですね、こちらの本ですね、宮野博隆先生の、脳の呼吸を整えればあなたの腰痛は消えるという本があるんですが、こちらにですね、このホームケアの方法も載っています。はい、このね、この正しく立つとかっていうのはまたこちらのね、博隆先生のお話になるんですが、そうですね、この辺のホームケアとかこの辺の腎臓冷やすという話はですね、こちらに載ってますので、興味があればご覧いただければと思います。はい、なので今日はですね、この2冊の本、お勧めしましたが、この2冊でですね、かなり、健康維持増進に役立つんじゃないかなと思います。はい、それでは今回の動画は以上になるんですけれども、今日ね、お伝えした内容、関連動画、参考文献等をですね、リンクを説明欄に貼っておきますので、そちらをご覧いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。